めっちゃ久しぶりにしちゃった。本当はなんかあの日なんだっけ、制服の目の日の夜にやろうと思ってたんだけど、なんかめっちゃ体調悪そう。おはようございます。おはようございます。うん、久しぶり。花火、今花火なんだね。ありがとうございます。何があったかな、配信してないだ。でも配信してない間さ、そんな公演もなかった気がするんだけど、気のせいかな。あ、この間の制服の目、これ、あ、そう、ツアーの日はね、布袋萌歌さんと会いました。私のラブラブな布袋さんに会いました。え、すごい、30万ポイント、すごい。なんか振り返ってこう、制服の目があった、この間制服の目楽しかったね。バリコ、今日もじゃバリコです。乃木坂も行きました。私の相棒バッグここにあったから。制服の目さ、めっちゃ久しぶりだったよね、あの日。みんなこんばんは。レッスン、そんな、なんか別に今日私レッスンじゃないんですよね。あの、私っていうか今日分かんない。バンテンドーム行ってきてよ。私も行ってよ、バンテに。そう、でもあんまりランダムグッズ買ってなくて、お金持ってあんまり持ってかずに行っちゃったから。今日なんか病院行ってきて検査してきたんですよね。だからまだあのご飯を朝から食べてなくて、だからちょっとなんかこちら、この間もらったこちらを今から飲もうと思います。飲みました。うん、どこも悪くなかったよ。なんだっけ、ちょ、なんかあのご飯を食べちゃダメな検査で、昨日の夜から食べてないくて、でなんか検査開けた後って何食べていいか分かんなくて、結局なんか2時くらいに終わったんだけど検査が。なんかそれで何食べていいか分かんなくて何食べていいか分かんないから、そんなも食べてなかった。で寝てた。でなんかその麻酔みたいなのをしたから、それでそのなんか流れでなんかあのめっちゃ寝ちゃったんだよね、あの帰ってきてからも。いいなぁ、 STU さんの。そう、カメラ系、そうそうそう。制服の目も楽しかったよね。制服の目はさ、まだ眠気があったんだよね。なんもなかったです。なんか制服の目さ、なんか何あのポストとかでさ、なんかパフォーマンスについて触れてくれる方が多くなってちょっと嬉しい。
2日？あ、2日来て、みんな制服の目枯れ羽根、よかったならよかったです。山地からそう制服の目ね、いいな、天一元気いきたいな。これね、発作だって。なんかね、なんか今日なんか久しぶりなのにさ、何もしなくてごめんなさい、本当に。マジで昨日もさ、昨日じゃないわ、最近なんかあれなんですよね、本当にめっちゃ衣装さんにめっちゃ本当に痩せたねって言われるから嬉しい。なんかみんなも分かってる、ちゃんと気づいてますか、痩せたということに。痩せたかった。なんかちょっとね、本当に今までなかったのに、あの衣装を詰めることが増えてきたから、それが嬉しい。衣装詰めてんだ、たまに。ね、最近サウナ行ってない。おやすみ見えた。何キロで加入してから6キロは痩せましたね。そう、でも可愛くなりたいですね。なくならないよ。だって今日一日これが初めての食事でも生きてるからね。うん、ありがとね。体調はね、変化ないですよ。こんばんは。これからママがなんか、そのまあ検査後だから、あんまなんか胃に負担のかかるものは食べれないので、多分だけど、なんか雑炊っぽいやつを買ってくるって言われました。どうもありがとうございます。で、すごい注射が嫌いなのね。注射が好きじゃないんだけど、今日はなんか点滴をしなきゃいけなくて、もう最悪だった。痛かったん。買い物中なの？フルーツ好きな人。あれ、かっこいい系だったよね。え、シチューじゃないよ。違うよ。
体調じゃあ、あの普通に検査あれですよ、カメラカメラ、うん、針はぐりぐりされてない。でもなんか血管分かりにくいねって言われた。え、歌えるよ、どういうこと。こんな部分、あなんか麻酔を入れなきゃいけなくて、麻酔っていうか眠らなきゃいけなくて、されてないよ。で、あの体調崩してじゃない、念のため検査です、そんだけで何もなかったからグッとグッとって感じです。うん、寝る系です、寝る系だから何も分かんなかった、何したかも分からなかったです。グラビアさんめっちゃいいね、入院じゃないね、ね、見て見て見て、この間乃木坂さんのやつに行ってきたんですけど、なんかランダム缶バッジを買ったけどマジで出なかったっていう話ね、本当に出なかった。どうもありがとうございます。かわいそうだね、かきれなと、ああはい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 、かきれなと遊ぶってか帰りにお出かけしてきた、通ったの、ね、カメラ痛いよね絶対、でも教えあったから何も分かんなかったわ。え、物販めっちゃめっちゃじゃない、現地トレードはしてないですよ。あ、プチカフェね。え、なんかあのなんかタオルとか買うつもりなかった、何も買うつもりなくて、あの家からタオルとか全部あの持っていこうと思ってて、そしたらタオルを家に忘れて、サインコース、あ、よかったね、あのタオル家に忘れて買うしかなくなっちゃって、でまあ何も買うつもりはなかったんだけど、あの一応3万下ろしてってたからタオルは2枚買っちゃって、それこそあの推しの一ノ瀬美空さんと、あともう一人ちょっとずっとタオルを買おうと思ってた中西春乃さんと、あとまあなんかバナータオルっていうのはあって、なんかこういうやつね、こういうなんかこういうやつも買って、あとなんか生写真ホルダーみたいなのもあったからそれも買って、ランダム缶バッジはなんか愛知限定を5個と普通の5個とか買って、すごく好きでも、あと生写真はでも5セットしか買ってないですね、だから出なかったですね出なかった、地引きはできなかった。缶バッジねつけてない、いつも。そう、出費だったけど、でもなんか幸せな出費だからいいかなとか思ったり、でも問題だったのがあのあるある、あの誰が出た？かんない、あの表紙しか見せられないけど、生写真はこんな感じですね。いつももっと買っちゃうからっていう話ね、いつももっと買っちゃうから5セットしかですよ。缶
缶バッジがこれと、よだちゃんありますよ。でもなんか、でもなんかじゃない、席がめっちゃ良かったんですよね、いつもそんなの5回しぐらいは行くんじゃないですか、そのなんか1回につき買えるセット数、生写真の買えるセット数が決まってて卒業したメンバーばっかり。え、わかる、イズリンさん似てるよね、痩せたよ、イエーイ、イズリンさん、ラキアルガさんも可愛いですよね。え、そう、アリーナだったんです。でも言ってどうにかなるもんかわかんないですけど、その席がどこでしたって言ったらやばいとかありますか、もう終わった話だから大丈夫なやつありますよ、さすがに終わったからいいかな。そう、アリーナだってあの A ブロックだったんですね、やばくないですか、フライボーでした。え、そう、イズリンさんめっちゃ似てる、ヒョさんにA ブロックで、そうなんだよね、席運やばかったマジで。だからさ、前から、でも A ブロックの120番とかだったんだよね、だからあの前から、まあまあ結構列はあるけど、でもなんかその一番端だったのよ。その乃木坂のライブ見に行ってました。A ブロックの一番端で、そのトロッコ通る道の真横だったの。で、もう最高でしたね。てかなんかその通路挟んで隣がもうあのなんかプレミアムシートの席だったの、だからえほぼプレミアムじゃんとか思いながら見てました。席運がかなり良かったけど、そうですね、席運はかなり良かったですね。そう、やっぱねすごい楽しく、久しぶりだったから楽しかったですけど、でも席が分かった時の反応、何番目ぐらいだろうね、何番目ぐらいなの席、うん、え待って、え端じゃない、え待って、え端じゃん端じゃんとか言ってました。うん、でもなんかね、あの全然あの小さいえなんかまあ楽しかったですね、だけどなんか初めてす、なんかさあのなんか同業者じゃないけどさ、そういう気持ちで見たけど、あのそうですね、なんて言えば伝わる、わかんないけど、
やっぱ自分が入ってるグループだからかわかんないですけど、あ、そう、初プライベート現場、自分が入ってるグループだからかわからないけど、全然なんなん言い方がわからない。負けてないっていうか、なんて言うんでしょう、普通に常に私が近くで先輩とかのパフォーマンスを見てるじゃないですか。そう、全然ね、なんて言えばいい言い方がいいかわからないんですけど、え、マリーさん会ってないですよ。うん、なんかどのグループにもどの良さがあると思うけど、私は SKE 好きだなって思います。それこそ乃木坂さんも好きですけどね、みんなと同じで私は SKE が好きだなって思いました。楽屋行ったりできない、あの、なんて言うんですか、私はプライベートで普通に自分で席取って行ってるやつなので自分で席取っていったから、あの、全然そんな、うちは振ってないかも、タオル分回してたかもね。なんでしょう、何コールしたかな、夏だからやっちゃおうとかサイリウムあるよ。サイリウムさ、これあるあるだと思うんですけど、電池が切れてどんどん白色が黄色になっていくっていうのあるあるじゃないですか。とか私4本をなんとかなんとか回してましたね。友達で来ました。ずっと加入前から一緒にあのライブに行ってた友達と一緒に行ってましたね。私の推しペンダーはこちらなので、ずっとこちらを振ってます。そう、電池を交換するのを忘れてて、そうなんだよね。でしかも水色だからペンライトが、え、電池ね、入れてた、入ってたからね、あの MC 中に頑張って変えてました。そう、予備ペンダー持ってけばよかった。でも4本あるからいけるかなとか思ったんだけど、うん、堀美女さんお家でしたね、もともと。物販売ってたかな、わかんない、どうだったかな。そう、帰ってから、そう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 、 MC 中に電池を変えました。に水色です、水色、売ってたのは水色ね。弱くなってたよね。何時間ぐらいだったかな、でも5時に始まって、全然同じですよ、みんなと、みんな変わんないよ。いっぱいなんかギフトありがとうございます、さっきから。全然変わらないよ、みんなと。正直8時終わりだったらしい。でもその後私の魔女子に並んだんだよね、アンコール来ましたよ。やっぱ乃木坂だなってなったし、やっぱ SKE だなってなりました。早く SKE らしいパフォーマンスができるようになりたいですね。うん、全然同じようにグッズも買うし、って感じですね。早く自分のタオルが欲しいですね。出るのかな、自分のタオルっていうのが
自分のうちはあるけど全然気づかれてないと思うよ。でもなんか普通に自分がアイドルしてても思うけど、女性ファンの方ってみんな可愛いですよね。そう、推しが出ないっていうのも一緒です。AKB さんの挨拶回りも行ってきましたね。写真撮ってもらいました。本当に良かったです。空いてる日で入らなくてすみません。どういうことね、小栗さん同じ事務所ですよね。もうずっと、でもなんか別に可愛かったです。本当にめっちゃ可愛かった。 AKB さん、そうですね、なんかライブ T シャツみたいに着てる子多かったですね。そう、洋餅かな、わかんない。絨毯グッズ届いたんだよね、花の手元にも。わかんない。アイジン知っちゃおう。なんかたまたまその AKB さんのやつは歌唱力の会場でその関係者の方にご挨拶した時にそういう話になって、たまたま行けたので、その話が来たのもその場でお話ししたからだったので、わかんないんですよね。なんか常にいけるものなのか、プレゼント届いた届いた、そうマキコさんのおかげ。うん、ありがとうございます。そう周りは先輩ばっかだった。無表情。まだ読めてないけど、そう歌唱力ね知り合ったから行きました、たまたま。でそのね、何でも知りたがる、なんて現実は無理じゃだけのもの、あれこれ言われたくはないんだ。恋はいつでも無表情で、なってないや。サイン書いた、サイン書きました。そう、いい機会でした。面白い。気持ちなんて教えたくない、先か何かと打ち曖昧にごまかせない。あ、そう、ありました。タラーン、これ見せてないでしょ。これホテイさん、なんかそのランダムで弾くやつ、地引き、モカロン、ダブルメイシェブス、イエーイ、最高でした、ありがとう。
確かに強運かも、こうやって思ったら強運なのかもしれない。なんか私さ、大体初現場とかでは地引きできるんだよね、わかる？その推しを推し始めて初現場で、あ、ほっそり、本当ありがとうございます、服に合ってるよ、ありがとうありがとうございます。ほら、そう、ビギナーズラック、マジそれ、いや本当に手紙のことが知りするな本当にそうだよね。私手紙のことさ、あの28時間の時に1回やっただけだよね。手紙のことっていうか、それも手紙のことではない、手紙を書いたのが1回しかない経験が。一ノ瀬ミクさんです、直筆サイン入り、うんうんうん、確かに。トライライト届きました。どうしてめんどくさいんだろう。そう、あの本当に全員の、そう、全員書くときにしか書いたことない。でもなんかこの間さつきちが、さつきちは3回やってるらしいよ。わかんない、2回だと3回、そう、石原さん最近やばい、秋服が欲しいものが多すぎてやばいんですよね。普通に秋服がかわいい、立候補制じゃないよ、立候補じゃない、普通にらしいよ。なんか私も全然覚えてないけど3回やってるらしい。生誕もあったからかな、もうすぐ生誕だから、当日に言われないよ。夏服買った、幕張で着る服、生誕でしょ、生誕 T と、どうしようか悩んでる。私服2日目はね、めっちゃ着替えれるからね、私服何個も持ってくのもありだよ。秋服っていうか、うん、そうだね、早めに買ってるかも。でまだ届いてない予約商品とかめっちゃ買っちゃった。9月2日、イエーイ、いつもありがとう。歌唱力の衣装無理だと思うんだけど、いや、わかんない、聞いてみよっか。何が食った？こんばんは。ワンピー。夏服買ってくれました、嘘はい、レオナさんに可愛いって言われました。ロゼミのワンピ欲しいな今朝マツア見学行った時に買いました。地引き、まやさんじゃないですよ、イズリンさんとちかこさんですよ。3個買ったけど、イズリンさんが2個出た。買いました。暑くなってきたな。見えなかった、
シンさん可愛いよね、本当に可愛い。チカクさんも可愛い。くるみさん2個いいな。くしゃみでそう。キュンラブさん、はーい。どういうこと？え、くるみさん可愛いよね。私そんなお金ないですよ。そんな。なんでなんでなんで。え、修練グッズ可愛いから買ってくださいよ。涙の湘南の衣装めっちゃ可愛くない？あれめっちゃ可愛い。あの衣装めっちゃ可愛かったんだよね。可愛いじゃん。買わないんですか？待って、まだ30分しかやってないのか。私可愛いよ10年グッズ。みんな購入続きしてきた？私のも？そう、グッズ可愛いから全部買ってください。私のグッズ買ってください、ぜひ。私のやつ、私のは買わないの？みんな買った？そうだよ、明日の昼までだよ。私私私私、今の母の方が可愛いです。私の買ってください。あとお話し会はまだ、いつまでだ？まだ幕張もまだありますよ。来てください皆さん。のぼり買った？買ってください、倉本花のやつを。幕張もいっぱい来てくださいよ。31日まで。来てくれませんか？お疲れ様です。のぼりってどういうもの？そっか、30日まで。一回来ませんか皆さん。他のアイドルさんの話とかも分かりますよ。待ってますね、幕張。例えばどんなアイドルさん？え、でもその地上の方は結構わかるし、地下の方も言われればわかるんじゃない？わかんなかったら調べてくるよって感じ。アイドルの話、いや以外も全然。奥田優奈さんの話もしましょう。だから、ああギルイ可愛いっすよね、千葉優奈。リスクが高いよ。そうだよ、私補足になったのに会いに来ないのみんな。いや、他のメンバーの話も全然、かけらの話もいいよ。アクスタ、まあぼちぼち細いって感じかな。
配信見るようになった？あ、5月2日よかったです。会いに来てください。そのうちでもいいので。次のシングル来てくれるの？楽しいなんてなかなか他の子いけないのよ。楽しになったんだ。僕らお祝いにおか、確かに確かに確かに、それはね、確かに。次のシングル買ってくれますか？待ってますね。今日10月も変わりですよね。10月ってもう寒いのかな。なんかちょっと寒いならもう長袖とか着たいですね。え、てかもしかしたらなんだけど、1月ってさ何日にあるっけ？まかり少ないよね、それな。暑かったか。じゃあダメかな。どうもありがとうございます。1月のさね、12日11、12あるよね。え、もしかしたら12日は来た方がいいかも。来た方がいいかも。もしかしたら12日。来た方がいいかもっていうか。13が成人の日だよね。え、そう。ワンチャン振り袖着れるかも。まだ決定じゃないけど。わかんない、ツーショットか握手なのかわかんないけど、もしかしたら振り袖着れるかもしれない。時間によってはなんか普通に自分の振り袖っていうの持ってるんだけど、持ってるっていうか、そう、全然その加入前にさ購入してるので、ツーショットかな。問題はそのなんか時間によるマジで。そう、成人式なんですよね。そうなのよ。そうだから1月12日はもしかしたら来た方がいいかもしれない。そう、地元の成人式と振り袖分けてるので、分けてるっていうか、SKE の方は、うん、よく仕組みが分かってないんですけど、地元で着るよは買ってあるので、買ってあるママ振りなんだけどね。二度目ありがとうございます。そうだから来た方がいいかも。コスプレするとしたら何がいい？みんな
セーラームーンがいいですか。スタジング。そう、逮捕、ナース、ナース、警察、ドロンジョ。警察、やっぱポリスは人気なんだ。娘、まず何をする。メイド、メイド一回やったかな。あーそっか、え、そうじゃん、ハロウィンがあるね。ハロウィンどうするね、イベントあるよね。花のかぶり物、私服が好き。まあ私服の方が多分多いと思うけど、全然予定出てないけどね。その何時とかの予定出てないけど、ゾンビ制服か。ナースツーショットあってほしいね。スポーツバレーボールしてました。バレーボール10時に終わりますね今日。ギャル、ギャル JK って言って こうでしょ。幼稚園児、おお、結婚してが大変、結婚しますよ。バレーボールの服、オタ JK、 まあいろいろ考えなきゃな。もうセーラーズなんか全然わかんないポーズ。鹿の子の子の子、あ、虎視眈々。最近は見たことあるよ。ファンが喜びそうなやつ。スケボー選手風な私服。まあ何でも喜んでくれるか。確かに。え、なんかね、同期と合わせるのもいいんだけど、時間が出なきゃね、なんか誰と合わせようってなるからね。そう、なんかやっぱりさ、時間が同じことをする方がいいじゃない。写真とかも撮れるし、午前の子と午後の子ってなるとちょっとなんか写真撮れないし一緒にって感じだから。みやびちゃん、誰、まだわかんないね。セーラームーン、キョンシーかわいい。確かに ヤビちゃんとエンジ、ランドセルあるかな家に。全部買います。ね、カラーの衣装借りれたらいいよね、本当に。先生、エンジどうしようね。ど、希望が多かったらするけど。でもエンジキャラですか、私って。エンジキャラっていうか、なんて言うんでしょう、あの、エンジして違和感あるくない？そんなことない？
取ろっかな注射のやつ。保育士さん、保育士さんってどういうこと？あ、ゆうねさんと演じとか恥ずかしいなって。分かんない、時間分かんないです。着ぐるみね、確かに着ぐるみ確かに。恥ずかしかったよ、姿を見たい。ドロンジョですか？ドロンジョってあれだよね、ヤッターマン合ってる？グンちゃんなー、エンジャーナーはいいんですか？コンビニ店でバイト中、え、わかりやったもん。気合っているって主張してる女子とか、ナースやりたいな、ちょっと。やったもん、知ってますね。ここまで押しかけちゃった、優しさで逃げてても解決できない。やった、ナース、そうだね、ナースやろうかな。ピンクがいい、枯葉みたいな衣装。なんだなんだ、YouTube だわ、もう終わり。患者のコスプレやばい、どこかに。いや、ナースは考えますね、そのいろいろ見て。こんばんは。ナースの着ぐるみおもろい。わかんない、ナースどんなもんにしようね。青注射、注射も持ってこっかな、じゃあ買って。こうやって早ギブス、みんな検診見て、本当にそう。人間ドック列。じゃがりこって言いたいの？あ、パジャマハートって書いておいて、当日これで来ようかな。相場アイドルのパジャマ、ジェラピケなのに。かわいいパジャマハート。カラオケ行ってない、最近。サラダ味。アイドルの部屋着これだったら冷めない、ちょっと。花は楽だからいいけどさ。あ、チャイナね、チャイナやりたいな。なんかさ、やっぱ二の腕がさ痩せないからな。じゃがりこね、靴下も最近買ったね、じゃがりこの。ねえ、驚かれるよね。パジャマ可愛いっぽいから、パジャマのところ買おうとか思ったら、こんな
もう終わりでしょ。チャイナ服着ようかな。そうね、がっくり感あるよね。ね、冷めるよね。食べる方、食べないあんまり。でもなんかもんじゃ、明太もんじゃみたいなの美味しいよね。ね、体のラインそれな。高校の文化祭じゃなく最高じゃん。キュンラブ全部可愛かった。通称気合い入れなきゃね。スノーハナに近い状態。スノーハナなん、え、雨降ってんのかな、わかんない。降ってる音はしない。エプロンと雑巾なんで。サラダ味こんばんは。ピオリーの靴下いいね。進めてもらった。ボディーライン見たらキュッ。本当。通勤。三角、え、な、腹筋って言うんだ私。なんて言うの。これ。いや気まずいよこれは。あの画面の向こうだけの服ですこれは。家だけ。こんにちはな。こんばんは。あ、だいぶあの加入して月日が経ったらやりますよ。あのなんか今の時点でやってたらやばいでしょ。みんなじゃがりこって言うかいな。じゃあこんばんは。めっちゃいいからねこれ。本物ってなる。そう、ベテランになったら。そうですそうです。あ、もうあとちょっとで57分とかですね。壇上もっかな。じゃがりこティ、え、でもこれそんなどこで買ったんだろう。もう結構さ着てるからもうひび割れてんだよねここら辺。ひび割れてなんか剥げてきてんの。もう新しいの買わなきゃ。あ、57分です。誕生日配信しようと思ってます。じゃあちょっと壇上読もうかな。13位、しゅん、アットマークお花組ありがとう。12位、ホタルイカゆでみありがとう。11位、ミノッチアットマークお花組ありがとう。変わった、変わってないね。10位、コウジありがとう。9位、タコマルありがとう。8位、オレンジルートありがとう。7位、ハナアットマークお花組ありがとう。6位ポンスンアットマーク花組ありがとう。5位ロッドシフトありがとう。4位は燃えるゴミゴミの人ありがとう。3位はマサタロありがとう。2位はタケありがとう。1位は西武ドームありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。あ、そして87位、そうだ、87位はあおちゃん、あおちゃんって読みますか。あおちゃんありがとう、ありがとうございます。皆さん私のグッズを買ってくださいと、トーク会も買ってください。疲れてないよそんな。待ってますよトーク会も。
あと劇場公演も黄色黄緑待ってますね。劇場公演狙うの難しいよね。87、そうだからみんな待ってるからね、いろいろ待ってます。他にもねやっぱ先輩とかに一押しがいるかもしれないけど、こちらも待っていますので。長く待っていますので。それでは皆さんバイバイ。え、なにみんななんでブックルマーク。バイバイ。朝配信もねもうちょっと増やそうかなと思いますので、バイバイ、またな、おやすみ、バイバーイ。またな、おやすみなさい、バイバーイ、バイバーイ。